ストライトエニアグラム二等辺の友人です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、うん、リクエストのコーナー、はい、もういつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう皆様の支えがあって、うん、M8 は存在しておりますお調子者すいません、SM さんがですね、うん、博士と芸術家の恋という動画を、うん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 、に対して、うん、いつも楽しく拝見させていただいております。いつもだ、もういいですね、みたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。自分は、うん、タイプ4、うん、ウイング5の20代の男性です。タイプ 5? タイプ 4, あタイプ4で、ウイングが5の男性です。うん、で、私は、うん、タイプ6、うん、もしくはタイプ8の人と仲良くなることが多いと。うん、で、それぞれのタイプの人と話すときの違いなのですが、うん、6の人には気軽に自分の考えを伝えることができる、うんまあ、自分が話し手になるよ、うんうん、で8の人の場合は自分が聞き手に回る感じが多いと、うんうんうん、で8の人は本音をぶつかり合い議論になることが多いですと、うん、そこでもしよろしければタイプ4の各タイプとの相性の各タイプと各タイプとの相性を解説していただきたいです。ネットで見ると、うんまあ、恋愛について書かれていることは多いが、うんうん、その恋愛を含まない人間関係について、まあですねうん、解説していただければと、うんうん、っていうのを受けまして、うん、教えてよヘレン・パーマーさん、うん、ということで教えてよヘレン・パーマーさん、アメリカの大御所、うんヘレン・パーマーさん、うん、9つの性格で自分が分かる、相性が分かるから、うん、タイプ4を中心に恋愛ではない人間関係、うん、まあ総合的に総合、はいうん、どんな感じになるか、うんまあ、って言っても、まあ、こちらに載っていたのは、うん仕事関係、うん、上司と部下、うん、なので、まあ、ご自身が上司なのか、うん、ご自身が部下なのかっていう分け方しかないんですけど、うんまあ、それちょっとかいつまんでうん、こうなりがちなのかなっていう話ができればと思っております、うんうんうんはい、ではタイプ1から、うんはい、高い理想とユニークな視点が最高のコンビです、うんまあ、タイプ1の高い理想と、うん、タイプ4のユニークな視点、うんうん、タイプ4もある意味理想主義者ですもんね、うん、理想主義者そうですね、かなりの理想主義者、まあ、自分の独特なみたいな、はい、で例えば職場とか、うん、あらゆる場面で、うん、そのタイプ1とタイプ4っていうのは、うん、特別なことを成し遂げるっていうことに意義を感じ、うん、あの水準以下の仕事とかには納得しないっていう、うん、タイプ同士のコンビになりますと、うん、ただまあ注意点としては、うん、タイプ4の気の浮き沈み、うん、よくなんかメランコリーなんて言われますけど、うん、そういうのが、うんどこまでご自身で、うん、あそれは私のとらわれだねって気づくことができるか、うんうんうん、私今そのタイプ1の厳しすぎるようなところ、うん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 、この気まぐれなところがあるわけですよね4の人は。まあまあ気が浮き沈みしがち浮き沈みと、はい、なんかふとなんかこんなアイデアが思いついたりとかしてそっち側をやってしまうとか、はいでまあ、ただ言い争いになっても、うん、ここに書いてあるのは、まあ、争いもその心の癒しになることがあると、うん、タイプ1は罪悪感を持たずに怒りを、うん、怒りに身を任せることができる、うん、いやそれは正しいことはこれでしょ、うん、っていう話でぶつけることができる、うん、しそのタイプ4はそういった、うん、タイプ4はそういった相手に対してはその結構自分の欠点をさらけ出す安心してさらけ出せる、うん、健全な組み合わせになることもあるよと書いてあります、うん、ただやっぱり書かれているのは、うん何かの拍子にガクンってなったりするので、はい、そういった時に、うんまあ、タイプ1の人が気づいてくれるかっていうところなのかなと、うんうんまあ、なのでこう、まあ、基本エニアグラムって相性はい、いい悪いはないっていうじゃないですか。いいですよね、はい、こうお互いの健全度が高ければ多分最高のパートナーが、はい、ではタイプ2とタイプ4の、うんはい、一言で言うと、うん、場を大切にする人と個人プレーをしたい人、うんうんうん、っていう組み合わせのようです、うんうんうん、タイプ2は、うん、場全体の関係を大切にする、うん、これはもうタイプ2の人は
もう場の人たちの心配をするが、そういったところがタイプ4には書いてあること言いますね、はいはい、コピーを売っているように映ると、まあ、そうかもしれないですね、はい、タイプ4の人ってそういう反応することが多いですね、ちょっと勘違いだったりするんですけど、私を見てって思ってる時に、タイプ2の人はもうみんなを私だけじゃないのっていう思いが湧いてくるかもしれない。でタイプ2の人はそういう時に手を差し伸べようとする4の人に、4の人に、ただそれを4の人はなんか落ち度を責められているようだって受け取る。なのでまあここではちょっと仕事関係のことなので、その今はちょっと2の人が優位の場合はそういう関係なんですけども、今度は逆にタイプ4の人が若干その上下の関係でいうと上になると、そういった立場を楽しむことができるよと。ただまあタイプ4の人が自分のことを考えているとタイプ2は無視されたと感じる。2の健全の方向は4だが、4にとって分裂の方向がっていう、まあ、1と4もそうですけどね。確かだから4の人の方がマイナスの感情を抱く。まあそうですね、2の人に対してなんて言うんでしょう、明るすぎる、明るくてこう周りの人がフレンドリーすぎるところに見てっていうのが、媚び売ってるように映る、映る、っていうのはまあ、それはSM さんはご自身は読んで、私はタイプ4ってことは分かってる、2って分かってるなら、それも認めてあげるっていうことですよね。まあ、健全度が高ければ、まあ、自然と認められてる、まあ、認めることができてるとは思うんで、でタイプ3とタイプ4、柔軟な感性とちょっとつ盲信が吉と出るか凶と出るかとあります、この組み合わせは、2人の性格の違いから相互協力が取れるか、もしくは第三者を呼ぶか第三者を呼ぶかのどちらかですと、これ仕事っていう点で言うと、その柔軟な感性っていう回路が必要なため、2人は、まあ、うまくいけば多くの成果を上げる可能性を秘めています。タイプ3のちょっとつ盲信さが次々と新しいことを生み出し、でタイプ4はそれを洗練していく、でタイプ4の打ち出す斬新さが、まあ、議論を呼んだとしても、それがまたタイプ3の、じゃあこうすればみたいなので、そういった関係が取れればうまくいくでしょう。ただ競い合うと悲劇が起きます。このフィーリングタイプ その他人から認めてもらいたい、いや私も他人から認めてもらいたいっていう争い、負けないですからね3の人、3も3でこれ見よがし、あこれ見よがしって書いてあるこれ見よがしです、よりアピールするじゃないですか。しあとタイプ3も何かを作り出すことを好む、し今度はタイプ4の場合は自己の表現だと、だから同じ方向を向いて一緒にこうできればできればいいけど、いいけど線路が2つです2つできるみたいな、ライバルになるとベクトルが2つになる。3の人は俺の方がより上だっていうか、いや私のこっちの方がっていう関係になりますよっていうことですね、はい、知り合い見ててもそんな感じですね。3と4っていうか、まあ、3の人が4の人、はい、なんか面白いアイデアとかあったりすると、はい、一緒にやるよって言ってそれをこうボンと持ってきて自分のコンテンツに組み込んでこうちょっとつぼほしいんですよ、一気に広げていく。4としてはちょっと待てそれ俺のじゃねえぞってことになりますあのだからこう一緒にやるんですよね。それって面白いからうまくいくパターン、うまくいくパターン、なるほど。だからうまくいかないパターンもあると思うんですよ、まあ、もう4の人にとっては、いやそれもうそれお前が走り出しても走ったやつって僕のじゃないよって話ですけど、だから僕がやりたかったのじゃないそう、これこういう風にすると売れると思うんですよみたいな感じですよ3の人は。いや私がやりたいのは売れたいとかじゃないからだからこうあなたのこれをどんどん俺が売ってくるみたいなやめてやめてっていう感じで、そう
でそこがちょっとうまいこと4の認められたいとっていうところに合致すればドーンといくみたいな。ああそうですね、4と4、はい、特別な存在であろうとする人同士であるのは、うん、事業不振と書いてあります、うん、タイプ4は、うん、高い目標は持つこと、高い目標を持つことができます、うんうんうん、これは悲観的な性格の持ち主にはありそうにもないことですが、タイプ4が成功を目指すのは実は仕事に追われることで落ち込んだ気持ちを解消できるかもしれないと感じるからです、うんうん、タイプ4は周囲に自分の成功を見せつけることで自身の虚しさを払拭しようとする、うん、でタイプ3の影響を受けたタイプ4はライバルに対抗しようとする、うんうん、全てのタイプ4は自分の仕事に特殊性やユニークさを加えようとする傾向がある、うんうん、でもタイプ4同士だとお互いが、うん、お互いをどう見てるんでしょうね。なのでその競争心がありそうな感じじゃないですか、はい、4の人、まあ、3によればかもしれないですけど、私の方がより個性的だ、だからまあさっきの3と似たような感じなんじゃないですかね。まあまあまあそうですね、こう競争が始まるかお互いに認め合えるかみたいな。でここに書いてあるのは、うん、まあ、このタイプ4同士の組み合わせは、うん、不安定な環境を作り出すでしょう、うんうん、2人の間に特別な気配りがなければ、うん、協力体制が損なわれ、うん、互いに嫉妬したり、うん、陰に回って悪質な行動を仕掛けたりするかもしれません、うん、なんかまあ自分の関心のある人だけ集めて、うんうんなんでまあお互いをまあ認めましょうっていうことなんですけどね。認めましょうっていうそんな感じですよね。タイプ4同士要は尾崎豊は2人いるみたいな感じこれは一緒にはならないですよね。一緒にはならないけど、はい、で5と4、うんうんうん、投機的な性格に理論がバックアップとあります、うん、投機的っていうのはどの投機、あ、陶器の陶器、機械に投じるという意味の陶器、うんうん、タイプ5は家族や恋人友人といるより、うん、仕事の人間関係においては感情を表に出す、うん、なんで、友人関係っていう場合だと、うんうん、タイプ5は自分を出してないかもしれない、うんうん、安心してるから、うん、出さなくてもいい、出さなくてもいいと思ってるから、うんうんうん、なんで大事なのは関心を示すこと、うんうん、タイプ4は個人的に認められたいと考えていて、うん、感情的なスタンスで物事を考える、うんうん、逆にそのタイプ5っていうのは理論とか、うんうん、理詰めで物を考えるっていうところがありますよと、うんうん、で注意点としてちょっと受け止められるのは、追い詰められるとタイプ5は相手に恥をかかせるほど無遠慮に自分の意見を理路整然と述べ立てますと、うんうんうん、でタイプ4がタイプ5の知性を傷つけようと対抗すると行き詰まる、まあ、なんかちょっと見えるちょっと見える見える感じはしますよね。感情ですもんね、感情的にこう何かやってやろうと思って言っても向こうからは立命でダーンとくるみたいな、うん、上からかぶされるで周りの人の前で恥をかかされる、うん、そうそう、恥をかきたくないのに、恥をかきたくないのに、で、まあ、この2人っていうのは、うん、そのタイプ4は自分の感情を傷つけられるの嫌ですし、うんうんうん、タイプ5も知性を傷つけられるの嫌だってなるので、うん、まあ、お互いに知性を認める、うんうん、感情を認めるっていうことができれば、うまくいく、うん、と書いてある。で6とタイプ4、うん、SM さんの友達にいる6とタイプ4の方ですね、うんうんうん、ここにあるのは、うん、リスクの高いことに手を取り合って挑むと書いてあります、うんうんうん、2人とも非常に心配性ですが、うん、これが面白いことに、うん、その心配性ということが行動へ駆り立てる、うんうんうん、危険を犯すことは、うん、競争心が強いタイプ4や、うん、恐怖対抗型のタイプ6にとっては魅力的なものだと、うん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 、でこの組み合わせは相互の信頼関係が高まるか、うん、物事を壊しかねない
個性のぶつかり合いになるかのどちらかの道をたどる、うん、と書いてあります、うん、まあ、お互い反応タイプ、うん、反応タイプ SM さんがおっしゃるには、うん、6のタイプとの場合は、うん、自分が話すことが多いであるので、うん、もしかしたらその6の人は、うん、ウィングが5の人かもしれない、うん、まあ、私もタイプ6なので、うん、決して黙って聞くことはないだろうなうんうん、でイラッとしたらバッて反応するだろうし、うん、まあ、何を話してるかにもよりますよね、はい、4の人が話す内容なんか特殊なこと変わったこと、まあ、普通のことも話しますよね。普通のことも話す、うん、まあ、何を話すかによるのかな、はい、6が反応6の反応が出ない話、今日こういうことがあってさみたいな、 あと、まあ、これを見て思ったのが、うん、そのやっぱ6の人は空気を、うん、見ていて、場の空気を見ていて、うん、壊したくない。そう、それに合わせて。で、うん、その中で自分の役割ってここだよね、うんうんうん、っていう思う人たちなので、うん、4の SM さんが話すときは僕は聞き役だよねって思ってるから、うん、毎回その役。そのポジションをが決まってる可能性はありますよね。はい、うん、でも、それが楽だから、考えなくていいじゃないですか。うんうんうん、そのポジションで。そのポジションでいればいいから。うんうん、ってなってる6なんで、6の人の本心はもしかしたら違うところにあるかもしれない、うんうん、本音を隠す、本音は隠すって別の動画でやりましたよね本音はあまり言わない、うん、何かをこう思ってることはある、はい、ただまあその場で求められたことを言うっていうのが6の、うんうん、はい、あの特徴であります。ですると6の人は分かりにくかったりしますよね、きっと。この人は聞き役っていうポジションを与えられてるから聞き役になってるけど、はい、この人との関係では僕は話す側だと思ってればバーッと話してるかもしれない、はい、でタイプ7、うん、悲観と楽観の絶妙のコンビネーションとあります。タイプ7は、うん、コップにはまだ水が半分もある、うんうんうん、って思うタイプ、うんうん、でタイプ4は、うん、もう半分しかないもうダメだみたいなって思うタイプです。でこの組み合わせは、うん、立ち止まることなく、うん、むしろ協力して効果的な、うん、仕事をすることが多い、うんうんうん、タイプ7の楽観主義とタイプ7の悲観主義が混ざり合って、うん、斬新なものを生み出すことがあるかもしれない、うんうん、ただまあお互い、うん、そのタイプ7はタイプ7で、うんうん、どんどん新しいことをやる、うん、そのタイプ4はタイプ4で、うん、結構浮き沈みが、うんうんうん、っていうこのバイオリズムが、うん、お互い激しいので、うんうん、まあ、そこを認め合うのが大事です。タイプ8とタイプ4、はい、掟破りの無敵のパートナーとあります、うんうん、どちらも、うん、規則は自分に適用されないって思うタイプ、うんうん、確かに、うん、タイプ8は俺がルール、うん、俺がルールタイプ4は私の世界、うんうん、と考えているので、うんうん、2人が組み合わせると無敵のパートナーになることがあると、うん、ただ、タイプ8は、うん、個人的な欲望のために無駄なエネルギーを使う傾向がある、うん、で無駄なエネルギーでタイプ4はタイプ4で、うん、悩みで集中力を失う傾向がある。あ、なので、うん、そのお互いの関係性がないと、うん、その不信感につながることがある、うんうんうん、無駄なことやってる、うん、っていうのと、なんだよこいつ、うん、って思うのがあるよと、うんうん、ただまあそのお互いに協力体制が取れるかどうかは、うん、誠実でいられるかどうか、うん、どちらも縄張り意識が強い、うん、でどちらもそのリーダーの地位を欲しがるとあります、うんうんうん、でどちらも譲らない、うんうん、とあるので、ただまあ、タイプ8は、うん、議論は大歓迎、議論は大歓迎、全然バーって激しく言うけど、うん、それはあの怒ってるわけじゃない、うん、怒って見えますけど、ね、見えるけど、うん、あのライオンが撫でるみたいな、うん、そうそう下手すると死ぬ人はいるんですけど、うんうんうん、そんなつもりは全くない、うん、っていうところがあるので、それを分かっていれば、うんうん、まあ、負けたくない欲求も強い、まあ、多分4も強い感じがしますよね。そうです、譲らないって感じですよ、うん、私の世界は譲らない、譲らない、羨ましい
タイプ6にとっては。まあ、金も譲りますからね。あ、どうぞ。僕もう、あ、それがやりたいならどうぞ。どうぞ。で、9と4。9と4は、営業と管理、組み合わされば最高です。ちょっと読んでみます、うん。はいはい。仕事のことで言うと、うんうん、4は営業で活躍し、タイプ9はサービス部門に就く。まあ、タイプ9がサポートって感じなんですかね。あそうですね、営業とサポートっていうかサービス管理、はい、うん、なのでその人がエオンが仕事を取ってきて、はい、6の人が お客さんの対応してるみたいな、あ 9の人がお客さんの対応してるみたいな感じですよね。で4は、うん、まあ、刺激的で独創的な瞬間を楽しむ、うんうん、でタイプ9は、常に選択を迫られることのない、うん、ガイドラインもある、うん、なので、まあ3、6、9のこの、うんうんうん、どちらでも行ける人たちっていうのは、うんうん、4が行くなら任せる、そうそうそう、さっきの話ですね、うん、だから4の人がなんかそういう4の人なんで独特な世界観のなんか、はい、ものを作ってそれで人を集めるみたいな、一緒にそこで楽しんでそうです最長なんか。その楽しい世界で、うん、いいねいいねって、そうそう、で来たお客さんをどうですかみたいなサポートしてるっていう。ただまあその場合でも、うん、そのタイプ9の人に気をかけてあげるっていうことを忘れないことです、うん、自分が無視されていると思うタイプ9は、うん、バーンって突然怒りをっていうことがあるかもしれない、うん、ないがしろにされてる、はい、うん、というこのちょっとアップアップな、うん、アップアップな、あの、まあ、9タイプやると結構そうですね、あの、うん、特に今SM さんが多分友達関係のっていうことで話されていたのに対し、若干ちょっとビジネス寄りなところはあったんですけど、何かを一緒にやることを前提にしてるっていうっていう話だとね、ちょっとあのいろいろかいつまんで話しましたが、いかがでしたでしょうか、うん、はい、汗びっしょり、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。